はいどうも、世界一ストイックな怠け者テケテケです。はい、ということで今回は新しい企画をやっていきたいと思います。はい、まあ何をやっていくかっていうと、まあ私普段分析動画なんかを出しているんですが、まあその中で、まあ私がメインでプレイしている廃課金編や課金編、未課金編、無課金編なんかで、どのサーバーでも登用しないようなキャラクターっていうのがたまに新キャラとして出てくるんですね。大抵は奥義に全く絡んでいない二次キャラクターなんかがその対象になるんですが、まあそういったキャラクターが出てきた場合に、普段願い返しでしかログインしないようなサーバーで登用して動作確認するっていうようなことをしてるんですね。はい、まあそんな感じでメインで使って4つのサーバー以外に検証用のサーバーが50サーバーぐらいあるんですけど、まあせっかく50サーバーあるんだから、そこで登用した副賞も使ってみたいなとね、ふと思って、はい、今回こんな企画を思いつきました。今開いてるのはその中の1つのサーバーになるんですが、はい、副賞を見ていくと、はい、ここで検証用に登用した副賞は虹の送信、ロハン、コラボのルーシー、結婚聴覚、あとは虹のリテン、クッキーちゃんもいる。クッキーちゃんに関しては奥義にも絡んでいるキャラクターなので、廃課金編でも登用してるんですが、確かスキル1がバフ解除があるので、ミスってもバフが剥がれるかどうかっていう検証がしたくて、まあ廃課金編だとなかなかミスが発生しないので、この検証用サバでも登用したっていう経緯だったと思います。いや、クッキーちゃんいるの結構心強いな。で OL リカク、 OL シリーズの胸にパスケースを挟んでない方ですね。挟んでるのはこの子。そんなもんですかね。そんなもんか。結構このサバ虹いる方のサバですね。はい、このメンバーで闘技場どこまで進めるかやっていきたいと思います。はい、ちなみに今の闘技場の順位は1023位ということで、はい、戦力値123万、まあ、周りと比べるとだいぶ戦力値差が開いてますね。700位ぐらいで700万いますね。ここまで戦力開くとちょっときついですね。そうですね、700位近くで700万とかいますね。いや、これきついか。はい、ということで、まあ、今回の目標としては、今から制限時間1時間で、はい、この陣営を育て上げて闘技場500位、今日は狙いに行きたいと思います。はい、ということで報酬獲得までちょうど9時間っていう風に出てるんで、まあ、これが残り8時間になる頃にまた帰ってきます。ということで、まあ、今回このメンバーで闘技場を進めていかなきゃいけないわけですが、まあ、検証用にいい感じにプラス2までは覚醒してる副賞がほとんどですね。はい、まあ、戦力値的には負けていたとしても、まあ、二次キャラが多いんでね、なんとか500位いけるんじゃないかなと思ってるんですけどね。いや、厳しいかもしれないですけどね。はい、ということで、まずはメインで立ち回る副将を決めていきたいんですが、もうこの中だったら、もうダントツで送信ちゃんですね。はい、まあ、送信ちゃんといえば、なんといっても、はい、パッシブの3で復活ができるんで、はい、闘技場100位切らないようなところあたりだと、この復活めちゃくちゃでかいんで、で、またこのキャラクター、雷害なんかに隠れることができて、多分500位ぐらいだと、バフ剥がしキャラクターもそんなに敵にいないと思うんですよね。で、長期戦に持ち込めば、範囲攻撃キャラクターなんですが、最大5600%の範囲攻撃を箱をつけながら殴っていくことができるということで、はい、おそらく、このメンバーの中では、送信しんちゃん選ぶのが正解かなと思います。で、なんか見てくと結構リカクとか、あとリテンとか、クッキーちゃんとかバフ剥がしキャラクターだらけなんですよね。ちょっとこの点に関しては、闘技場500位ぐらいだとまだコキビとか超高名ダッキーなんかを大量に積むような陣営が少ないので、結構バフ剥がしキャラクター空回りしそうな雰囲気ありますね。で、いい感じだなと思ったのがこのロハンがいるとこですね。このキャラクター箱をばらまくことができるんですが、ちょうど今回主力にしようと思ってる送信がスキル2で、敵が箱状態の場合ダメージ倍が出るんですよね。で、そこで撃殺に成功すればスキル1再発動ができるっていうことで、このロハンとうまく絡めたいですね。あとルーシー、この子なんだっけ、スキル16名攻撃した後に HP が高い敵を1回 640% でもう1回攻撃すると、敵を撃殺できなかった場合1回攻撃の追加攻撃で、追加攻撃の回数は場内にいる味方の人数に等しい。いや、めちゃくちゃ使いづらいやつだ。で、ルーシーファイヤー、敵4面に 800%、 50% より敵の HP が低い場合ダメージ倍の 1600%、 知力で勝ってれば防御虫攻撃、いや、知力値ベース防御虫攻撃は育成不十分なパーティーにはほとんど意味がないスキルになっちゃいますね。ちょっとルーシーは、まあ、弱い子を追払いって感じですかね。で、ロハンの箱付与の条件も確か敏捷値、そうですね、敏捷処置で勝たなきゃいけないんで、ロハンもパッシブ2までのこの敏捷値レベル ×200 までは解放しないと箱コンボができなそうですね。なんでロハンプラス3までの育成と送信プラス5までの育成、はい、ここまでまず持っていきますか。はい、ということでじゃんじゃんいきましょう。1時間なんでね、時間がないんで解説もほどほどにしないといけないですね。はい、これでプラス4覚醒、はい、プラス5復活スキル覚醒、いいですね。はい、戦力値50万になって復活を得ました。もうこれめちゃくちゃでかいですね。で、あとは敏捷値勝負で勝てるようにロハンを覚醒させていきましょう。あ、ちょっと覚醒弾足りない。こんな時はおそらく溜まってるであろうこのポイントを使って32個、 OK 届いた覚醒、
よし、これで箱ばらまき美少値32,000。どうなんだろう、全然ここら辺の12体の育成値の体感が分かんないですね。3万で通じるのか、敏捷なんでいけるんじゃないですかね。ちなみに宗師のスキル説明忘れてましたが、スキル1で敵4名に 700% の攻撃をしていって、このスキル1が発動するごとにダメージが倍化していくんですね。なんで4回スキル1を発動することができれば、この4名攻撃が 5600% まで増えるということで、はい、いかにこのスキル1を何回も迎えるかっていうのが重要になってきていて、で攻撃する前 75% の確率で敵を破壊状態にさせることができて、まあ、耐久力も下げることができると。これはもう500位ぐらいの順位だったらめちゃくちゃでかいですね。で雷害の防御力 120%& めまいによるイニシアチブ制御も、まあ、コンボを確定させたり、まあ、このキャラクターを生存させる面ではめちゃくちゃこの12体ではでかいと思います。でスキル2の方が4名に 800% の攻撃をして、でさらに流血をつけるんですが、まあ、この流血に関しては配下金同士の戦いだったらパッシブなんかで結構 HP 最大回復率が高くなっていたり、まあ、反射キャラクターなんかも陣営にどんどん入れてたりするので流血めちゃくちゃ有効なんですが、ここら辺の12体だとあまり流血は活躍しないのかなと睨んでます。はい、で攻撃するとき敵が破壊状態の場合ダメージが倍になると、で総ダメージ 60%分の HP を送信に回復するというこの回復量めちゃくちゃでかいですね。はい、生存力の塊のような動き でさらにこのスキル2で敵の撃殺に成功すればスキル1をもう1回追加発動できるということで、はい、追加発動することでこのスキル1がダメージ倍化していくスピードが1回増えるので、ここの流れをうまくつなげていきたいですね。で筋力値パッシブあって防御力パッシブがあってと、まあこのキャラクター UR の時点から結構パッシブが優秀って言われていたので、はい、500位体ぐらいの12体だったらめちゃくちゃ生きると睨んでます。はい、ということで覚醒までいけたので強化していきますか。あ、王者セットとかにしたいな。でもあれですよね、今レベルが81。いや頑張ればいけるか。よし、レベル82。あー、これで残り1日にリセットされちゃってますね。あ、というか勝率、ちょっと待ってそっか、検証用に適当な陣営組んでるんで勝率とか全然気にしてなかったですね。やばい、これ時間間に合わないんじゃないか。とりあえず箱をキャラクター前にして、あ、両方とも箱かで、まああともう殴っていくキャラクターですね。はい、容赦ないオーダーをしていくキャラクターたちを並べていくと、味方人数多いうちに動けるルーシー前にしますか。あ、で敵撃殺しちゃうと攻撃回数が2回にならない、聴覚は前の方。よし、これで1回戦役セットしておいて勝率上がり待ちですね。あ、ていうかボス戦も進めるか。あ、やばい、思った以上にやることが多くて時間足りないかもな。ボスめっちゃ進むの気持ちいい。あの子入るかな。監視、このキャラクターいたらボスもうちょっと進むと思うんで、とりあえずやれるだけやって。ご主人様。あ、いけたいけた。一緒に海辺で休暇を満喫しましょう。いや、ちょっとのんびりしてる暇ないんですよね。よし、これで、あ、しまった、主将武将じゃなくて弓将ですね。これダメだ適当すぎるな。でも一応まあ監視応援で出しますか。でまあもう時間稼ぎですね。はい、これでボス戦行きますか。まあ王者までは無理だとしても、このレベル85解放で1体副将が増えるだけでもめちゃくちゃでかいんで、これ狙いに行きたいですね。よし、ボス戦ガンガン行きましょう。ちょっと宗師に育てるか。はい、覚醒プラス5の星10まで行って、育成は、あ、育成結構不十分ですね。待って、初級育成してる時間はないな。後期育成で行けるとこまで行きましょう。はい、今の時点で残り47分。いや、どこまでいけるか。宗師の戦力100万ぐらいまでいきたいですね、せめて。そうじゃないと多分 SSR にも普通にやられちゃうと思うんで、100万いけて、もし王者セットまで装備できるようなところまで作れたら500いけると思うんですよね。復活もあるし。いや、もうこの育成弾のストップがこの時間との勝負の中でもどかしい。 OK、 とりあえず使い切りました。もうちょっと育成弾後で使えたら使いたいですね。あと宝石、あ、検証用の最小攻撃の宝石がある。さっき誰か装備してたな。リテンか、違う、あ、理覚だ。オッケーオッケー、これめちゃくちゃ大事ですね。最小宝石、やたら最小と最大攻撃が近い副将が出来上がりましたね。あと宝石、うわ、根基地の宝石が一番上。どんな状況よ。待って、誰か装備してんのか。あ、ロハンがしてますね。はい、ロハンおそらく箱をばらまいたらそこで落ちちゃうと思うんで、耐久系の宝石はいらないですね。あと聴覚裸だな、ちゃんと服着させてあげないと。あ、クッキーちゃんも、いや、扱いが存在ですね、本当に。検証用サバは、おっと、あー、そっか、レベル95の装備、レベルが足りなくて装備できない。懐かしい、こんなことになるんですよね。そういえばレベル85までは何としても持ってきたいですね、やっぱり。で多分レベル差もだいぶ負けてると思うんで、命中の宝石
だったり、まあ、命中周り、多分今回の闘技場戦めちゃくちゃ重要になってくるんですよね。見てみたらさっき600位前後でレベル差20とか普通にいたんで、命中の宝石はもしかしたら新しく作ってでもつける必要あるかもしれないですね。ていうかつけた方がいいですね。あ、その前に入場券、ここで赤の靴下なんかが出てきてくれれば結構ありがたいんですが、どうか来い。お、ナイス、来たやばい、天が味方してくれてますね。いや、これは捨てサバ鍛え直し企画幸先いいですね。あれだな、入場券ないか。あ、陶器人の指輪ある。とりあえず覚醒棚取っといて、ゲーブラをつけて、チョーカー、髪飾り、靴下、はい、これで命中率上がるんで靴下育てていきますか。んー、もうちょっといきたいな。はい、ということで思想ガチャ回してますが、これを見てる皆さんは思想ガチャ回すときは赤色の方の剣ですね、はい、これがあるときに回すと、この真ん中のかける5のところから始められるので、この引き方はあまりおすすめしてないです。良い子のみんなは赤い剣を使って途中入場しましょうね、はい、今回は急ぎなのでもうこれでいきたいと思います。よし、じゃあこれで命中上げていこう。あ、でここで止まるから、あと HP 危ない危ない。で、あとは首相がなんかやたら宝石装備してるのはどんな気持ちだったんだろうな、この時。なんでこんな首相にがっちりさせてんだろう。なんか検証して使ったんだと思うんですが、敏将の宝石がめっちゃあったんで、露伴につけてあげましょう。これで露伴35,000、敏将値上がりましたね。さあ、あとは強化、武器の強化と、あ、盾いっときたいですね。盾結構強化石余ってますね。あ、でも強化結晶が足りないってことで、急いで訓練所ですね。訓練所で強化結晶落ちるんで、訓練所ゴリゴリに進めていきましょう。さあ、挑戦権336ある。よし、まあ、30個ぐらい使って、まあ、訓練所も進むな。気持ちいいな。お、ここで負けたということで、ここで高速相当していこう。 VIP1 か。あ、そっか、課金してないから相当できないのか。いや、これは結構な時間ロスですね。強化結晶を他にがっつりゲットできる方法あったっけな。パッと思いつかないですね。普段当てにしてないんで。いや、まさか強化結晶に悩まされるとは。とりあえず強化結晶61個まで復活。いや、まだ足りないですね。これじゃあ次鎧ですね。はい、鎧。オッケー、強化腰当てまでいくか。やばい、銅貨が足りないあ、しまった、銅貨の無駄遣いは序盤現金だったんだ。砲術攻撃が得意な相手はスルーすればいいだけだったんで、腰当て育てなくてよかったですね今回。なんで一回この強化値を未装備のアイテムに継承して、宝石外して鋳造することで、はい、強化石帰ってきますね。はい、銅貨も帰ってきますね。これで銅貨復活ということで、銅貨まだ使いどころありそうなんで要注意ですね。勝率は 100% になった。おお、残り3時間に一気に短縮されてますね。よし、じゃあ高速戦闘で10時間高速戦闘券とかで頑張って、あー1枚しかないか。ボスもうちょっと進めるか、いけるか。これレベル90までは無理ですね。レベル85まではなんとか持っていきたいですが、はい、高速戦闘も使っちゃいましょう。10時間、どうだ、83、5時間券、あーレベル上がんない。次8時間、いやちょっときついな。残り3時間で、ここの原宝も VIP ゼロなんで0回しかできない。いや、でももうやれることやっていくしかないですね。時間もないんで、はい、これでレベル84、あと1レベル、残り16時間。16時間か。いや、この1レベル差めちゃくちゃ大事なんで、何としても上げたいですね。めっちゃいいこと思いついた。今12時半なんで、あと15分経ったら調教イベントが始まるんですよね。で、調教イベントで一番強いボスのとこに紛れ込んで、強い方に引っ張ってもらって、そのボスを倒してもらって、経験値一気にもらってレベル上げしていきましょう。いや、もうちょっとランカーさん頼みで残りのレベル上げていきたいと思います。はい、なんで他のことやりましょう。あと30分、あとなんだろうな、命中の宝石は一度がっつりしたの作りたいですね。今回本当にレベル差が開いちゃってるんで、多分命中の宝石つけたとしてもってとこはあると思うんですが、今持ってるの寄せ集めて8ができると。あー、しまった、銅貨が足りない。高速戦闘も使い切っちゃってるから、銅貨稼ぐ場所が銅の宝箱ちょっと宝箱開けて稼ぎますか。闘技場は今まで1回も武勲交換してないけど、どんぐらいあるか。お、2万、めっちゃある。何開けようかな。金から開けていくか。金ってどうかもう出ないんだっけ。あ、出ますね、 4% と 3%。 よし、じゃあ金44個あるんで、はい、44個分
あ、待てよ。銀の宝箱の中に金の鍵も出てくることあるんで、35個ぐらいにしておきます。はい。で、銀の宝箱が19個。なんで、こっちは19個。いや、17個ぐらいにしておきましょう。で、金もうちょっとあってもいいな。4個ぐらい追加して。で、あと、銅の宝箱が280個。もう全部開けられますね。これ結構銅貨増えるんじゃないかな。よし、急いでいきましょう。280個。開封していきます。銅貨115万。115万か。100万。ここで130万。で、さらに、銀。銅貨260万。で、最後金。銅貨300万。お、1000万ぐらい銅貨増えましたね。で、まだ金開けられるんで、金6個か。闘技場で金の鍵6個。んていうか、あれか、ここ、30個の、で、6000。30個じゃなくて29個。29個の、29個。これで大体ぴったりですね。はい、35個分さらに開けて、銅貨350万。オッケーオッケー。この貴重な銅貨、命中に使うべきか、ちょっと今になって悩んできましたね。もうちょっと様子見しますか。他になんか使えるアイテム。あ、入場券入ってる。入場券。ナイス靴下の3来た。これでかいな。よし、命中これでさらに上がりましたね。あとはなんだ。あ、高級育成炭もまた復活してますね。で、宝石袋もかなり今ので入ったんで、宝石開けていって、で、あと使っとくべきもの、入場券集めて思想を上げていくのもありですね。どうしようかな。ちょっと考えながらこれを作っていこう。この無双神器のかけらめちゃくちゃめんどくさいですよね。これ一括で合成できるようになってほしいんですけどね。陶器人セットなんてないかな。さすがに足りてないですね。さあ、あと25分。ちょっとボス戦繰り返しますか。入場券7枚入ったんで、これでまた思想。お、赤来た。パンツ、ナイスパンツ。また赤来た。お、髪飾りでかい。おお、めちゃくちゃ来る。パンツ、運が味方してくれてますね。完全に。ちょっとこれもう露伴にもあげようかな。靴下とパンツ。じゃあ命中あげてこう。命中どんどん吸って、命中率が今 33%。 これレベル差で全然もう無理でしょうね。あと宝石か。もう宝石命中いきましょう。今の時点でレベル8の宝石があって、でレベル5の宝石が1個。ああ、宝石の合成に銅貨がやっぱり足りない。ここはまさか君にお世話になる日が来るとは。虎猫、銅貨を恵んでくれ。あ、でも VIP が足りないから3回しか購入できない。足元見られてる。ちくしょう。でも買う。 OK、 212万銅貨。なんとかレベル91個作れましたね。いやー、ちょっと銅貨の見積もり甘かったです。レベル9の宝石2個までしか作れませんでした。これだったらレベル8の宝石3つ作った方が良かったですね。うん、ちょっと失敗ですねこれ。さあ、45分になった。よし、調教行こう。一番上のステージ、誰か助けて。お、強い人来た。銅貨スキップ、勝利からの、あ、レベル上がんない。マジで、もう1回レベル上がれ。最後1回頼む、レベル上がってくれ。来た。よし、これで1人メンバーを増やせますね。はい、これで9人出せるようになりました。並びどうしようかな。送信一番前で、まあ、復活あるんで耐えてもらって、で応援出しで露伴最後の方ですね。箱をスキル2の送信と絡めたいんで、送信前で2次キャラクター全部応援でいいですかね。で2次キャラクターの中で、まあ、バフ剥がしキャラクター、あんまり前の方出しすぎてもあれか。バフが溜まるのもうちょっと後と見越して、後ろの方にクッキーちゃんで、ルーシーファイヤー味方多い方が火力上がるんで、ルーシーファイヤー開幕行ってみますか。ちょっと実験で。で、その後送信。で、ある程度敵が減ってる方が撃殺失敗する可能性上がるんで、聴覚後ろ目の、で、弱ってる子は倒しといてもらって、で、聴覚が敵を撃殺してしまって、スキル2が再発しないなんてことが起きづらくしておいて、HP 低い相手優先攻撃で、弱ってる相手は仕留めてもらって、で、かなり理覚攻撃力低いんで、まあ、うまくぴったり弱ってる子をとどめさせてほしいですね。で、そうすると弱ってる子がいなくなれば、聴覚が敵を撃殺に失敗して、スキル1、2回発動。はい、まあそんなうまくいかなそうですが、ちょっとこれでいってみますか。あ、クッキーちゃん前のがいいか。範囲攻撃入れて、もう弱い子は相当してもらって、はい、この並びでいきましょう。よし、並びは決まった。あとはみんなレベル80ぐらいの装備なんで、レベル95の装備を落とす。敵から95。あ、ここら辺で稼ぎますか。よし、あとじゃあ武器を揃えて、さあどうか。あ、いい感じに入れ替え成立してますね。はい、訓練所ボス、この星付きの S ランク武器を落としてくれやすいんで、武器調達はやっぱり訓練所がありがたいですね。 OK、 どんどん強くなる。いやー、でもレベル100の武器まで装備したかったですね。さすがに1時間じゃ無理でしたね。はい、あと周りのメンバーの強化できるとこまでしときましょう。どうかがネックになっちゃいますね全部。いや、どうかが足りないか。
プラス4までしか強化できない。いやー、やっぱり序盤どうかが一番のボトルネックになってきますね。あと鍛錬あるか、やばい、鍛錬の時間あるかな。あ、どうかない。これもう原稿でいきますか。しまって、やばい、時間がない。このままだと逆に弱いまま終わっちゃう。あー、やばい。よし、とりあえず武器だけ。あと陶器人、あー、陶器人なんとかしたいな。偏れ偏れ、オッケー、頑張れ。オッケー、いいですね。もう一個陶器人ある。あと1分、偏って偏って、そっちに偏るか。もうこれでいいか。よし、3、2、1、残り8時間ということで、はい、終了しました。いやー、自信ない。はい、ということで、まあ、ビフォアの状態123万2000の総戦力値、はい、送信ちゃんプラス2で戦力389万だったのが、はい、情報同期します。同期、おー、倍ぐらいになった。総戦力236万5千で、はい、送信ちゃん95万7千、100万もうちょっと足りなかったですね。いや、王者セットにしたかったな。はい、これで闘技場挑んでいきましょう。700位の壁に戦力値700万いるんですよね。いや、500位絶望的だな。はい、まあただ500位目指すんで甘えたことは言ってらんないってことで、お、700位でレベル100、386万。よし、まずはこの方挑んでみたいと思います。初戦、さあどうなる。送信が耐えてくれれば結構いい試合になると思うんですよね。あ、ルーシー全然仕事しないですね。オッケー、送信ナイスですね。あ、紹介のめまい痛いな。で、やっぱりバフ剥がしはほとんど意味をなしてないですね。はい、聴覚スキル1、あ、撃殺しちゃった。はい、なんで追加攻撃は発動せず、ただいい感じにめまいばらまいてくれてるんで、送信まで少し時間稼げそうですね。あ、ロハン強い。やっぱりロハン強いですね。火力的にはお化けキャラクターですから。で、相手の方は二次キャラクター持ってないみたいなんで、レベル差と戦力差かなりありましたが、これはいけますね。 OK、 とりあえず765位。いや、500位台1000万の戦力って、お、レベル93、レベルが割と近い方。孫作、これはきついか。孫作短期特化ですね。いや、ちょっとやってみたい衝動に駆られる。いや、混沌装備してるしな。いや、これは無理、勝てない。同じくレベル近い方、呂布、めちゃくちゃ強い呂布が1体。これはでもちょっと面白そうですね。耐久型の送信 VS 一点突破の呂布、まあ、この試合はちょっと普通に見たい。挑戦、まずは呂布の炙り出しからですね。それまでに送信が雷害化して自信を固める。 OK、 この雷害でどこまで耐え忍ぶことができるか。あと呂布のスキル1に関しては HP が低い相手に対して集中攻撃していって倒してしまうと、そこから連続攻撃やめてしまうので、はい、このままいけば送信じゃなくて別の相手にターゲットが行くんですよね。はい、で範囲攻撃になって送信に来てやられたんですが、一回復活で戻ってきましたね。うわ、全然ダメージ与えられないですね。あ、これはダメだな。さあ、ロハン頑張れ。なんならロハンにちょっとかけたいですね。火力重視のロハン、いけ、ロハン、オッケー。ナイス、ロハン。いや、ちょっともう送信であのダメージだったんで諦めてたんですが、ロハンが仕事してくれましたね。まあ、先に敵陣を炙り出してロハンのスキル2までの生存を作れたのがでかかったですね。いや、もうちょっと500いけるかもしれない。ただこっからはもう修羅の道ですね。レベル的な差がもうすごい。とてもこのレベルでいていい場所じゃないですね。お、517位。あ、上杉謙信短期特化、戦力値300万。いや、無理かな、無理っぽいけど。で、バッファーにこきび。お市の方、あ、お市の方も強いな。あ、これがネックだな。上杉謙信だけならバフ剥がしまくって弱体化できるんで、いや、悩むな。もう500位前後みんな強いんで、あとはこっちが有利な戦いができる副将の組み合わせで戦っていくしかないんで、ちょっと行ってみますか。上杉謙信挑戦。あ、早速めまいになっちゃいましたね、送信が。ただやられて復活、 OK。 ただ上杉謙信のスキル2まで考えるともう持たないですね、これ。はい、援護、挑発、暴走、はい、全部利点がカット、ナイス利点。ただ相手まだお市の方がいるんですよね。そこで多分送信やられて終わりな気がしますね。はい、クッキーちゃんもバフ剥がし、はい、聴覚頑張れ。攻撃当たんないですね。さあ、ロハン、はい、上杉謙信のスキルに、これダメですね。あ、ただロハン生き残ったけどお市の方でとどめ、うん、勝てる気がしない。いや、ちょっと500位台の壁がでかすぎますね。上杉の剣さんと宝刀、あ、ただこの方応援1名キャラ出し切ってないですね。あ、ワンチャンこれいけるかもしれない。よし、行ってみよう。首相の封印の射法が全然決まんないですね。送信頑張れ。 OK、 とりあえず上杉の攻撃は耐えて
で、このホートの連撃復活後も行かれちゃうか。いやーきついですね。あとはロハンがスキル2まで生存してくれる頼みなんですが、ちょっと絶望的ですね。んー、ダメージも全然出ない。いやーこれは無理か。さあ最後1回、あ、498、二次キャラおらず、二次キャラがいない。ただ戦力値300万、140万、140万、ちょっと無理か。でももうここにかけるしかないか。いきます、挑戦。宗心が生き残ってくれれば、まずカンペの攻撃、あー一撃で致死量か。これはきついですね。あーダメですね。あーもう全然攻撃当たんないですね。はい、最後頼みのロハン、当たらなきゃ意味ないですね。はいはい、僕ということで、はい、今回のテケテケが放置してたサバ鍛え直してみた企画、目標の500位には届きませんでした。いやー悔しい。でも結構まあ589位、いいとこまで行きましたね。何より普段使わない副将を使えて戦闘ができたんで普通に楽しかったです。いやー面白かった。もうちょっとね、宗心ちゃんなんかは専属武器買ってあげたり、まあ王者セットぐらいまで装備できたら面白い試合になったのかなっていうところで、また好評であれば第2回以降もまた別のサバだったり、はたまたこのサバでのリベンジだったりやっていきたいと思いますので、コメントで感想なんか伝えてもらえるとやる気が出ます。はい、ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録して通知をオンにしていただけると最新情報がすぐに届くようになりますので、通知のオンまでよろしくお願いいたします。あとグッドボタンを押してもらえるとめちゃくちゃやる気が出るので、またちょっと変わった企画なんかもテケテケやってくれっていう人もしいたらグッドボタンを押してもらえると元気が出ます。 YouTube メンバーシップもやってるので、テケテケのよりマニアックな情報を知りたい方はこの動画の概要欄にある URL から覗きに来てくださいね。それでは。どう成長したでしょ。押す。